サイプ 17A1 は、人においてサイプ 17A1 遺伝子が高度する酵素であり、副腎皮質の猛状態に存在する。シトクロム P450 は、コレステロール、ステロイドなどの脂質の合成や、薬物代謝に関する多くの反応を触媒する。このタンパクは、小胞体に極在し、17α ヒドロキシラーゼ、および17、20リアーゼ活性を持ち、 プロゲスチン、ミネラルコルチコイド、グルココルチコイド、アンドロゲン、およびエストロゲンを作る、ステロイド合成経路の鍵酵素である。特に、サイプ 17A1 はプレグネノロンおよびプロゲステロンの、ステロイド D 間の17位の炭素に、水酸元を付加し、あるいは17、ヒドロキシプロゲステロンおよび17、ヒドロキシプレグネノロンに作用して、ステロイド骨格から即差を切り離す。 この遺伝子の変異は、枯発性の火星半温病や、先天性副腎家系性症などに関連する、アビラテロンという薬は、サイプ 17A1 酵素を阻害することで、アンドロゲン合成をブロックし、虚勢抵抗性、前立腺がんの治療に用いられる。アビラテロンは、ピリジンの窒素において、ヘム鉄と結合式質に似せた構造をとり、酵素の活性部位に結合する。 ありがとうございます。